さんおなじみになりました大杉裕太さんと高校体操になります。お願いします。今日もよろしくお願いします。はい、吸って吐いて、吸って吐いて。はい、しっかり手を握ります。どうぞ。はい、伸びやかな声です。目が覚めてきましたね。はい、愛する人誰でしたか？妻です。いつもありがとう。奥さんに愛の表現、いいですね。奥さんも応援してくれてますよ。はい、青木源太さんと一緒に純子のV ステップです。開いて閉じて、開いて、反対方向。さあ、2番いきます。頑張りすぎずに頑張って、無理は禁物。はい、4枚です。はい、さあ、けんちゃんと体丸めてゴーニャー。ありがとうございます。息ぴったりでした。はい、まだまだいけるぞ。わっしょいしょい。めそめそさ。肩甲骨しっかり動かします。股関節柔らかくします。はい、源ちゃんと一緒に純子の体操。源ちゃんバッチリ。ありがとうございました。青木さんは仕事で移動で電車や飛行機に座ったままということも多いと思うんですが、はい、高齢者の方もね、一日中座った方っていうのも多いんですよね。ですよね。座ったままだと足の血流が悪くなってエコノミークラス症候群などの危険もありますから、僕も気をつけてます。はい、どうしてますか？できるだけ立ったり歩いたりするようにしてますけれども、他にはですね、例えばまずはふくらはぎを揉みます。ここを揉む。はい、これだけでも血流が良くなるんですよね。はい、で、この後は足首を動かすんですけれども、つま先やかかとを順に上げます。あ、これ簡単にできて、足先までなんか血行が良くなるそうですね。はい、そして最後に片膝を両手で抱えて足首を回しましょう。足の力は抜いてください。あ、こうぐるぐる回すだけで。そうなんです。なんかポカポカしてきました。はい、座りっぱなしの皆様、ぜひお試しください。